こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、お祭りに使う手ぬぐいなんですね。で、よく、何々祭り実行委員会とかいうところからよくご注文いただいたりするわけなんですけども、一般的に寄付いただいた方にお返しするっていうのはやっぱりプリントの手ぬぐいが多いんですね。で、これはやっぱりたくさんの枚数をやればやるほどやっぱり単価も下がってくるっていうところから、そういったところもあります。ただ実際お祭りに参加するときにですよね、全体的にこう豆絞りの中に祭りって入ったりとか、半分だけ、豆絞りの中に、赤で祭りって入ったような、その既製品の手ぬぐい、まあこういったものもたくさんあるんですけども、そういったものも使うことが多いです。で、まあそれ以外にもですね、まあオリジナルで、本染めで作ったりすることもあります。ですから、まあいろんなその用途であるとか、その辺の実行委員会さんのその考え方なんかで、本染めであったりとか、プリントであったりとか、そういったこともありますので、ぜひね、予算も合わせてその辺ご相談いただきましたら、一番いい方法をですね、ご提示させていただきますので、ご連絡お待ちいたしております。よろしくお願いいたします。